龍ヶ崎ニュータウン。龍ヶ崎ニュータウンは、茨城県龍ヶ崎市にある大規模ニュータウンである。新興住宅地の北流大、龍ヶ丘と工業団地のつくばの工業団地、マイナスサと工業団地で構成される。開発主体は、日本住宅公団、後の住宅、都市整備公団、都市基盤整備公団、都市再生機構。開発面積は、 約761ヘクタール、計画人口は、約7万人で、龍ヶ崎市北部の丘陵地帯に開発された。当初計画では、龍ヶ崎市、稲敷郡牛久町、現、牛久市にまたがる2500ヘクタール、計画人口約30万人、ニュータウンとなる予定であったが、牛久町が農業振興に重点を置いていたことや、龍ヶ崎市での激しい反対道により、 開発面積1300ヘクタール、計画人口16万人まで縮小。さらに1970年、昭和45年には、龍ヶ崎市若柴町から別所町までの360ヘクタールにまで縮小された。1973年、昭和48年には、開発区域から除外されていた龍ヶ崎市、海原塚町、羽原町、八代町、 長峰町の賛成恥主により、340ヘクタールの竜川家地区を追加、1982年、昭和57年には、筑波の里工業団地が追加され、着工。いずれも1981年、昭和56年現在のデータ。ただし、計画人口、個数は2008年、平成20年現在のデータ。 東京特部の地下上昇に伴い、地下の安い周辺郊外では、住宅地の開発が盛んに行われるようになるが、民間の乱開発によるスプロール化が社会問題となっていた。このような乱開発を防ぎ居住環境の良好な住宅地を形成するため、周辺郊外には複数のニュータウンが計画され、東ニュータウンもその一つとして1977年、 昭和52年10月に開発が始まり、1981年、昭和56年に入居を開始した。当初は開発面積2500ヘクタール、計画人口約30万人の大規模な開発計画であった。しかし、稲敷郡牛久町、現牛久市が農業振興に重点を置いたために計画区域から外れたほか、龍ヶ崎市において物山、農地、 給料地帯を切り崩す工事方法であることから、地元地権者から反対を受け、用地買収が計画通りに進まなかった。そのため、計画内容を大幅に縮小し、一時は当初、計画の7分の1の360ヘクタールにまで縮小された。その後、ニュータウン計画賛成地主によって、龍ヶ丘が計画区域に追加され、新興住宅地を北流台、 龍ヶ丘と東西二つに分離し、この二つの地区のさらに東側に、筑波の里工業団地を開発することとし、計画人口も当初の30万人を大きく下回ることとなった。分譲開始後のバブル経済期は、東京特部の地価価格がさらに高騰した影響も、相まって安価な分譲価格、落ち着いた自然環境、近未来的な街並みの整備、 教育環境の充実などの点から入居住民が急増した龍ヶ崎市の人口増加の要因ともなった。一方、大型商業施設の出店や総合病院などの公共施設の設置は鈍く、住宅以外の商業、公共施設が極端に少ないという状況が長く続いた。しかし、1999年、平成11年3月4日に、 大型商業施設のショッピングセンターサプラ、各テナント、伊東洋華堂がオープンし、これを皮切りに、2002年、平成14年には、ホームセンターの慶応デイツ、2003年、平成15年には、トイザラスケーズ元気ワンダーグーが入居する、複合型商業施設がそれぞれ隣接地にオープンした。これらは総称して、北竜大ショッピングセンターと呼ばれ、龍ヶ崎市を代表する、 商業エリアへと発展した。また、総合病院の龍ヶ崎再生会病院、総合運動公園の立つ、ノコアリーナが2002年、平成4年にそれぞれ開業し、都市基盤が急速に整備された。近年は、都心回帰等の影響により以前より人口増加が鈍化しているものの、現在でも龍ヶ丘を中心に人口の増加が続いている。北流大は、 東乳タウンの西部に位置し、長山、松葉、小芝、平台、中根台、久保台地区で構成される。各地区を結ぶ遊歩道として、祭磁期の道、道歌の道等があり、通学路としても利用される。東乳タウンを横断する県道243号線沿いには、伊東洋華道をはじめとした、ロードサイド店舗が立ち並ぶ。また、中根台地区と、 久保台地区の間を県道48号が縦断しており、首都圏中央連絡自動車道、県大道、牛久網 IC やつくば県旧学園都市、千葉方面へアクセスする。北流大の北西に位置し、1丁目から8丁目まである。4丁目には県営団地が立ち並び、その他は小建て住宅が中心である。北側には路線バスの折り返し所があり、 佐抜駅方面へ向かう路線バスの始発地区でもある。憩いの場として、東側に、蛇沼を一望できる蛇沼公園、南側にテニスコートを併設した、若柴公園がある。教育、公共施設としては、長山小学校、長山中学校、長山コミュニティセンター、長山郵便局がある。北竜台の西に位置し、1丁目から6丁目まである。 東乳タウンの中でも最初期に開発、分譲された地区である。小建て住宅が中心で、二丁目は比較的新しい住宅が立ち並ぶ。東側には旧来からの自然を活用した遊歩道があり、東地区と蛇沼、北流大公園を結んでいる。教育、公共施設としては松葉小学校、松葉コミュニティセンターがある。北流大の中央に位置し、 一丁目から五丁目まである。高段分譲の団地や県営団地が立ち並び、小建て住宅は少ない。サヌケ駅方面の路線バスは、全路線ともと地区を経由するため、路線バスの利便性が高い。北側には、伊東洋華道をはじめとした北流大、ショッピングセンターがあり、東入タウンの中でも最も活気のある地区である。 また東側には自然の起伏を生かした北竜大公園があり、野球場、サッカー場を併設する、遊歩道もあり、北西に位置する蛇沼ともつながる。北竜大の南に位置し、1丁目から5丁目まである、小建て住宅が中心である。当地区とその周辺は高低差があるため、周囲に広がる田園地帯を望むことができる。 東側に地形を生かした横田川運動公園、なれ馬調節地、西側に大正堀川調節地がある。教育、公共施設としては、なれ馬台小学校、なれ馬台コミュニティセンターがある。北流台の東に位置し、1丁目から5丁目まである。小建て住宅が中心である。県道243号沿いには、ランドローム、スーパーマーケットスポーツ用品店。 医療専門店等が県道48号沿いにはデオ、レンタルビデオカーディーラー等のロードサイド店舗が立ち並ぶ。教育、公共施設としては中根台中学校、中根台郵便局がある。北流台の北東に位置し、1丁目から4丁目まである。4丁目は民間が分譲したマンションが立ち並び、その他は小建て住宅が中心である。 北側には路線バスの折り返し所があり、佐抜駅方面へ向かう路線バスの始発地区でもある。県道243号沿いには、携帯電話販売店、飲食店、医療専門店等のロードサイド店舗が立ち並ぶ。南側に行部内公園があり、その西側には、サッカー場を併設した羽原川調節地がある。教育、公共施設としては、久保大小学校、 久保台コミュニティセンターがある。龍ヶ岡は北流台の東隣に位置し、藤ヶ岡、城の内、中里、松が、丘、白八区で構成される。龍ヶ崎再生会病院や総合運動公園が立地する。県道243号線沿いにはロードサイド店舗が立ち並ぶ。また、県道34号が縦断しており、首都圏中央連絡自動車道。 県大道網東 IC や網プレミアムアウトレット方面へアクセスする。将来的に現在整備中の県道68号、三保坂へ線バイパスと接続する予定である。龍ヶ丘の北西に位置し、1丁目から7丁目まである。小建て住宅が中心である。ニュータウン開発以前からある、八原地区と一部隣接している。 県道243号線沿いには、霞ドラックストアアミューズメント施設、飲食店等が立ち並び、龍ヶ丘の商業集積地区となっている。南側にはグラウンドを併設した貝原塚、西公園がある。教育、公共施設としては矢原小学校、矢原コミュニティセンター、藤河岡郵便局がある。龍ヶ丘の南西に位置し、1丁目から5丁目まである。 小建て住宅が中心で、比較的新しい住宅が立ち並ぶ。一部は、コミュニティ単位で開発された住宅地となっており、電線地中化や、クルドサック、小ループ道路等の整備により一体感のある住宅地となっている。北東部は既存の自然と調和した、八九川調節地として整備されている。教育施設としては、城の内小学校、城の内中学校がある。 龍ヶ丘の中央部に位置し、1丁目から3丁目まで、ある。3丁目以外に現在住宅はなく、北側に、龍ヶ崎再生会病院や河内がある。南側には、龍ヶ丘公園があり、園内には、市内最高峰の辰野小山、人工山がある。簡易ステージ等もあり、イベント会場として利用されることもある。東公園の東側には、総合運動公園の一部、 ノコアリーナ、体育館、プールと立つ、ノコフィールド、競技場がある。立つ、ノコアリーナの前には、佐ぬ駅方面へ向かう路線バスの始発停留所がある。公共施設としては三三間、立つ、ノコ交番がある。三三間には、市役所東部市張所、子育て支援センターが入居する。龍ヶ丘の北東に位置し、一丁目から四丁目まである。て住宅が中心で、 近年建設された住宅が多い。県道243号線沿いには、ランドローム、飲食店等が、県道34号線沿いには、ゲオ、医療専門店がある。南側には総合運動公園の一部である立つ、ノコスタジアム、野球場や貝原塚東公園がある。龍ヶ丘の南東に位置し、1丁目から4丁目まである。 東入タウンの中でも最後に開発され、現在でも特に人口が増加している地区である。小建て住宅が中心で近年建設された住宅が立ち並ぶ。西側には路線バスの折り返し所があり、佐抜駅方面へ向かう路線バスの始発地区でもある。北側は純工業地域となっており、企業の誘致が進められている。中央部にグラウンドが併設された長峰西公園。 東側に、長峰東公園がある。長峰東公園には遊歩道が設けられており、南部に広がる、田園地帯を一望できる。公共施設として、城の内地区との境界付近に城の内、コミュニティセンターがある。つくばの里工業団地は、龍ヶ岡の東隣に位置する。工業台一丁目から五丁目で構成され、西側に、 龍ヶ崎工業団地運動公園が整備されている。主な立地企業は以下の通り。五十音順で表示、隣接する板橋町には大和ハウス工業や岡本人志の企業もあるが、投稿業団地には含まれない。現在、北側のエリアへ投稿業団地の拡張が計画されている。東京都心へのアクセスには、佐抜駅から常磐線を利用する。 始発地の発車時刻が午前8時から午後5時までの一般路線バスは、龍ヶ崎市内での利用に限って、運賃の上限が210円となる、昼はり引き。この他に、龍ヶ崎市、コミュニティバス、龍、遊バス、龍宮バスも運行される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。